海道旭川市のちょっと上にある一服町。ブランド米ゆめぴりかは一服町で生まれたお米である。そんなピップにピップを愛し、ピップのグルメを愛する主婦がいる。子育て応援ピップ町、まだまだやりますピップ町。今日もピップ町の子育て応援現場を見に来ましたよっと。ピップなんだもん。どこだっけ。へえ、こんな部屋もあるんだ。このスヌーピー大きいな。ふっかふかだ。おはようございます。何かお探しですか？すいません、今日は小学生、冬休みの小学生が、はい、勉強を教えてくれるところがあると聞いて、はい、今日はその様子を見に伺ったんですが、ブックン寺子屋ですね。ブックン寺子屋、はい、夏休みと冬休みに行っておりまして、町内在住の教員 OB の方や、あとは北海道教育大学の旭川校の生徒さんにや、町内の教員を目指す、高校生の方々、に、協力をしていただいて、運営している事業となります。それはいいですね。冬休みの宿題も教えてくれるんですか？はい、宿題だけではなくて、自分の持ってきたワークや取り組みたい内容なども、指導しておりまして、すごいですね。はい、ありがとうございます。終わった後はご褒美としてレクリエーションや読み聞かせを行って交流をしています。それは楽しそうですね。少し様子を見させてもらってもいいですか？はい、どうぞ。こちらになります。ありがとうございます。うわあ、みんな一生懸命勉強してるな。ボランティアの人たちもなんだか楽しそうだな。さあ先生。はい。この問題教えてもらってもいいですか？はい。7の倍数を小さい方から順に3つ。 7×1 は7×2 は 7×3 は21。正解です。ありがとうございます。元気な子犬みたいで可愛いですね。いやいや、そんなことないですよ。子供たちが、そうですよね。子供たちの勉強を見ていたら、お腹がすいた。そうだ、今日はあそこに行こう。スヌーピー、ドルーピー、ポチャッコ、ワンワン、子犬ちゃんたち頑張ってたな。ここが北嶺ロッジか。いい雰囲気だな。まさにスキーヤーの聖地だな。メニューもいっぱい。ラーメン、カレー、丼物もあるんだ。ホットに温まるものばかりだ。
いかんいかん、想像でお腹がいっぱいになるところだった、危なかった。さあ制限時間いっぱい、今日も気合が入ったぞ。さてと、よいしょよいしょ、スキーヤーの聖地、相撲で言えば国技館、何とも言えない趣がある。ここで数々の名勝負が繰り広げられてきたんだろうな。待ってました、制限時間いっぱいだ。いただきます。まずはスープから。うわー、スープがいきなり張ってきた、強烈な張り手。味噌が濃い、うまい、濃い、うまい、辛い、濃い、どんどん突っ張ってくる。これはいかんぞ。麺とスープが絡んでがっぷり四つに組まれた。両者技の見せ合いだ。ライスという名の行事がこの名勝負を引き立てている。スープが右四つからどんどんがぶり寄ってくる。これは強い。完全に土俵際に追い詰められたぞ。横綱ラーメン、気がついたら土俵際、そんな気分。危ない危ない、このままでは押し出されるぞ。ここは土俵際の粘り腰で。ん？揚げたい焼き、これを見逃すなんてうっちゃりしてるな私。ちょっと水入り休憩だ。
焼き、揚げた焼き1個ね、はい。はい、ありがとうございました。さあ、再開。行事軍配はスープだ。ただいまの決まり手はうまいだし投げ。うまいだし投げでスープの勝ち。最強横綱に勝った金星だ。力戦奮闘の名勝負だったな。熱戦の後の弓取り式、熱戦そのままにお口に入れて、熱、外はカリカリ、中はもちもち、おまけにあんこが熱々、揚げたい焼き、とってもカリカリ、もち熱、いや、カリもち、もち熱、カリもち、熱々、どれも正解、主役級の存在感だ。揚げたい焼き、いいじゃないか。子どもたちの学習を地域みんなでサポート、心も体も温まるワンダフルな町ピップ町。すごいな、ピップ町。やっぱりピップっていいな。だってピップなんだもん。おはようございます。おはようございます。今日もピップ町役場放送室からお届けしています。ピップなんだもん、ピップのグルメ第11話はぶっくん寺子屋とおくれいロッジの味噌ラーメンでした。ぶっくん寺子屋では子どもたちがとても楽しそうに勉強していました。またおくれいロッジの味噌ラーメン、ものすごく美味しそうでしたね、課長。そうですね、本当にコクがあって美味しそうに召し上がってましたね。また揚げたい焼きも人気なので皆さんぜひ食べてみてください。食べてください、はい、ところで課長、はい、課長の類まれな行動力、その行動力から人間機関車と呼ばれていますが、その機関車ぶりを披露してください。機関車ね、はい、いきます。シュシュポポ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 、どうでしょうか。これからもピップ町をよろしくお願いします。お願いします。